はい、レンズを買いました。ルミックス14-140mm2 ね、35mm 換算で28-280mm という、広角から望遠までの高倍率ズームであります。開けますかね、フードね、本体、あ、ケースだ、ケースケース、はい、本体です。じゃーん。で、側面はこの手ブレ防止のオンオフのスイッチがあるだけね、ズームがビヨーンと出ると。軽いんです。まあいろいろつけて 281g ね、まあカタログ値とは違うでしょうけど、フィルターをつけます。 58mm ね、はい、フィルターつけました。フードをつけてみます。カチンと止まりますね、こんな感じ。さて、まあ、なんでこのレンズを買ったかっていうとですね、まあ、この手の高倍率ズームは便利なので、まあ、当然持ってるんですよ。これね、オリンパスの14-150ということで 28mm から 300mm ということで、まあ、良かったんです。なんですけど、自分が使っているカメラは GH5S ね、これね、ボディに手ブレ防止がついてないんですよ。だからもう震えたら震えたまんまなんです、このカメラ自体は。なのでこれとこれを組み合わせちゃうと手ブレ防止が一切ないんですね。でこの前撮ったんですけど、結構やっぱ震えるということです。で、じゃあつんでこれも持ってるんですよ。これね、12-100mm ね。これはね、いいレンズなんです。でね、なんだけど、これね、フォーカスクラッチ。これこう、後ろに引くとマニュアルフォーカスになるやつね。これね、雨の日にね、これを使おうとすると、ここの先端がね、こう動かれるとね、ここから雨が入ると、ちょっと素人はですね、このレンズ、ポシャりたくないっていうことで、雨の日にこのレンズ使いたくないんですね。っていうことで、これになったわけです。すなわち、手ブレ防止が入ってて、まあ、防塵防滴、雨の日でも大丈夫ですよっていうことと、まあ、可動域が少ないと、これが便利そうだということで、買いました。これあれだね、花形フードも結構でかくて、雨がこう来てもここプロテクトしてくれそうでいいな、これ。ということで、明日からこれで撮影してみます。もう意外と軽くていいな。